現地4月30日、米老保ボクシング誌ザリングによると、元 WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者のスティーブン・フルトン、米国は井上直也、大橋に敗れた昨年7月以来の試合が決定した。来る現地6月15日、階級を一つ上げ、ラスベガスで WBA 世界フェザー級6位のルイス・ヌゲス、ドミニカ共和国と戦う。フォト 井上直弥が KO 勝利。史上二人目となる二階級での四段体統一王者に輝く。同志のインタビューでフルトンは、八回 TKO 負けとなった井上戦の内容を振り返っている。あの試合から多くを学んだ。もっとハードにトレーニングをしておくべきだった。それ以外のことはあまり言いたくない、と話し始め、あれから考え方が変わっていると思う。武器も増えた。 と自身の変化を実感しているようだ。さらに、彼、井上、は正々堂々と勝利を手にした。素晴らしいファイターだし、俺に機会を与えてくれた、と、日本のモンスター、に敬意を示すと、ただ、俺はもっとうまく戦えたはずだし、自分に対して腹が立っている、とコメント。この経験を経て現在は、約1年ぶりのリングへ向けて並々ならぬ投資を燃やしている。 その後も、今年は俺にとって大きな年になる、と語ったフルトンは、早くも自前が待ちきれない様子だ。俺を止められるのは俺だけだ、と続け、前回はもっとトレーニングをして臨めたと思うが、過去を嘆いても仕方がない。また居心地が悪いところに足を踏み入れ、ハードに取り組む準備はできている、と意気込みを示していた。現地6月1日には、WBA 同級王者レーモンド・フォード。 米国が防衛戦を控えており、それに成功すれば王座が返上される見込み。そうなれば、WBA 同級2位フルトン VS ヌネスが王座決定戦に昇格する可能性があるかもしれない。果たして今後、どのような展開となるか、クールボーイ、フルトンの愛称が再起に燃えている。厚生クロマルザダイジェスト編集部。